ございます。すいません、順位表現までご紹介ください。人いすぎだろこれ。はい、というわけで、オープン1日目が終了しまして、本当に多くのお客さんに来ていただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。死ぬほど疲れました。何人ぐらい来た？600人ぐらい来たか。多分もっとだね。列の時点で500とか400だった。まあまあまあ、そうだね。その中の多分400人ぐらい来たんだよ、激アツトリパの売り行き的にね。そうだね。多分400人ぐらい来て、で多分当日で300来てるから、まあ、そうだね、多分700人ぐらい来たのかな、もう本当にとんでもない数の人が来てございました。ありがとうございます。で、視聴者ルパをね、いただきまして、いろいろとプレイオープンの時から、合算して結構いろもらったんで、まあ、順番に上げていきたいなと思います。ということで、あ、ちょっと記憶があるんだけど、紫のオリパがね、2個あるはずなんだけど、こいつをね、ちょっと上げていきたいと思います。なんか、先とりあえずこっち上げてくださいみたいな言われてたんで、よいしょ。はいはいはい。はいはいはい。はいはい、めちゃくちゃグレートフルベンじゃないこれ。いや、めちゃくちゃグレートフルベンだと思った俺今。視力悪いとグレートフルベンだよ俺。うわマジか、コンタクトしなかったら俺多分ベンだと思ってたわ俺。押し出して一番上から公開ね。押し出してどういうこと？こっから出して上から一番上のカードからベン。はい、はい、進化してる。はい、ええ、ええ、はい、え、どういう、え、お前ら中身すり替えた？うん、おお、なるほどね。どうした、何があったのかと思った。で次ちょっとこれを開けていこうか。これ絶対同じ人だよな、1番から12だって。うわこれはちょっと期待、ちょっと期待、ちょっと期待しちゃうかもしれない。視聴者オリパのくせにタダでもらってる分際に期待しちゃうかもしれない。おお、やばい、やこれは絶対見せかけのローダーないの、もう予想するわ、これ多分ザオバナ2回戦入ってます。けど今高騰してますよ、500円。そうなんだよね。いやでもあれ高騰した理由、多分ここにサインかけに来るためだよね。あー、なるほど。ほら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 、すごくないこれ、やばっくれ、やばい、やばい、取れてるこれ、やばっ、当てた。完全に、完全にインテリジェンス。じゃあ2番目はシャックですね、これは。あー、なるほどね。これはシャックですわ。浅いね、ジオッチ、これジオッチです。いや、丁寧に動画に入ってるね。あー、これ MGR に渡しとこう。これデスサイズだと思ったらバカにしてた。確かにデスサイズは説あるかもしれない。説あったな。シューザで予想します。おー、ちょっと、いやでもコスト一緒だから実質当たってるわ。完璧だこれ、やっとシャッフやな。これ、あ、ここシャッフはね、納得します。ただ順番がおかしくね、そうなると。確かに、ただ違いそうだけどね。おー、やばい、いやいや、シーズだよ。いや、4、じゃあ、これ何がやばいって4番でこれなんだよ。確かに、10番目まで絶対落とすね。え、仮に、今後落としてくるとしても、うん、5、6は期待してよくね。確かに。マジっすか。いや、これ動画げんかったら滞在だったな、普通に。うん、ただパクった人。ただパクった人やった。はい。おお、いや、これ多分、渡した日付の段階ではこっちが上だった説がある。あー、まあ確かに。なるほどね。いや、てか、ラブラブ。これ3週間後に価格爆大。これそう。3週間後に価格爆発するらしいからな、これ。あの、なんだっけ、あいつね。イザナギがドラゴン持ってたからね。公式がスタンバイしてたね、完全に。当てます。じゃあ、触り心地でいってみます、まず。触り心地。これはね、CS プロの波動です。はい。おお、当てれた。俺最初これ浮かんないよ。なるほど、最初これ浮かんないよ。てかやばくねえかこれ、普通にもらえる、強すぎるだろ。大丈夫か、オリパーだぞこれ。これこのままうちで5000オリパーで販売しようぜ。ありやな、もうできてんじゃん。うん、達成してる。手間消えた。終わってるよ俺ら。はい、うわー、やばいやばいやばい、これだと思った。おお、マジ思った思った、これ以外ないと思った。本当にやべえなこれ。次何？次なんだ。そろそろ。次バスターやん。バスターのウィナーか。バスターウィナーしかないよ。え、説ある。本当に？え、マジマジ。なんかお礼しないと。名もなき人からも。やば、ウィナー3枚来てる。さあ、オチのコーナーでございます。え？これだよね結局。なここでシャッフか。さすがに。ちなみにサインカード一番何書きました？シャッフ。シャッフ。じゃあ。ぶっちぎりでシャッフ。じゃあシャッフやな。これで俺が昔サインしたシャッフが返ってきたと思う。返品かーいっつって。やばいね。お前が。やばいな。
やばい。臭くなって言ってごめんな。古いわ。やばすぎるだろこれ。マジで。やばいやばい。絶対低評価つくよこの動画。じゃあ次いきます。申し訳ないね。なんで俺なんで俺これからあげた。いやちょっとおまけって書いて こっちか。ちょっとこれいこう。これ多分あのこの人だったな。この人のおまけっぽい。強。ちょっと待って。え未開封なんだけど。え？しかもなんかオリパ入ってる。本当？ポケモンのオリパ入ってる。あやっぱポケモン工房になるんだよな。なるほどね。ポケモン工房か。これ明日こっそり店頭置いとく。普通に売れたら売れたみたいな。なんだ。おお！ピカチュウじゃん。これブイニオンってさどうなん実際。強い？あそうなんだ。可愛いな。取っとくかこれ。どっかに掲示しよう。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。やば。おまけにしちゃ派手すぎるだろ。はい。じゃあ次いきます。いやこっからのリパーあれになっちゃう。ちょっとそうなんだよね。霞んじゃう。いや霞んじゃうけどただって考えよう大前提。は？え？二万だもん。マジで言ってる。やばいよ。わからん。トップレア、トップレア。やばすぎだろ。え？どうなってんのこれ。あー地味にめっちゃ欲しい。おーやばい。ええちょうど足りんかってんこれ。ちょうど足りんかったこれマジで。奇跡。通報しましたって言われた。そんなレッツゴー。おーいこのあれね、あのなんか七コスのあの呪文のなんだっけ、あのなんとかトラップ、ファイブセスダウントラップ、そうファイブセスダウントラップっぽいの生き物。ネクスト。ザラついてますでん。え？これ誰？え？ちょっと待って。え？ドッペルベルか？俺死ぬ？え？これいくらで買ったんですか？ただ。いやもらったもんだろこれ。ただでくれるの？実は買い取ったとかいうオチある？買い取ってる説ある。いや。買い取ったことにしん？買ったことにするか。ああはい。じゃこれデッキ作ってよこれ。あーもう組んであります。あ組んである。よかったよかった。これ絶対強いもんな。カードは最強だから。これでハンデス組むのありなんだよ多分。確かにガチハンデス、うん。それでガチハンデス作ろう。え？おこれあれじゃん。これなんだっけ？ガルビアゾロンだ。きたー。これ逆にめっちゃ貴重なんじゃね？綺麗なめっちゃ貴重。やばいね。じゃ、うん、十分だわ。オリパで見るのも初めてかもしれない。やばいね、初めて見たわ。おお。木の。やば、わこれ昔このコロコミックで出たわこれ。懐かしい。マジで好きな。ウィンドックスは良くねマジで。マジで希少な気がする。ウィンド。これ笹森よクロスあるでこれよでこれよ。固まってる。分からん。やばい気がするわ。おお。後藤てる気要素どこ？ただただめちゃくちゃ強かった。すげえな。マジで言ってんのか。これラストだ。ラストだ。はいじゃラストです。でけでけれん。お、これも貴重兵か。クリムゾーンとブレイブホーン。ガミラダルね。これな、昔に見たときめっちゃバカにしてた、これ。わかる。なんなんこれなんなんだ。シータテビート。あ、そうなんだ。これ効果変わったの？変わった変わった。あ、そうなんだ。全部違う。ガミラタールはなんかササボがデュプレで救ってたの見た。あ、まあそうだな、救ってたな。ボルバルザック。ボルバルザック判別してね。はい、というわけですいません本当にありがとうございます。あの別にあれそんなこんなあのなんていうんですかめちゃくちゃな貢ぎ物しなくていいんで何でも嬉しいもんね。シンプルに買いに来てください。そうだね、シンプルに店に来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。で本題です。今日の売上結果を僕はまだ聞いていませんので、今日の合計売上を教えていただけますか。今日の合計売上は260万円です。はい、260。じゃあピッタ261万170円。おお260やばいね。ちなみに、まあ、生産回数は524回レジ買ったんかったやつ。そうそうそう、はい、500円ぐらいかないよな。なるほどね。買い取りは396687買い取りか。おお、40万ぐらいか。まあ十分だな。ただこのペースでいくと多分5日ぐらいで消滅するね、うちの在庫。在庫が消滅する、うん、それだけ注意だな。了解した。ということは一応うちの今後の課題はまあ買い取り。いやでも俺こんなに売れることはないと思うんだよな。わかる。200
だって260ってかける30すると7800万になるわけだ。そんな店はない、その今の秋葉原に、はい、秋葉原にそう1ヶ月で7800万売れる店は多分今なくて、破裂ですら多分今6500ぐらいだと思ってて、先月が多分6500ぐらいだと思ってて、先々月が7000とかだったんだよね確か。さすがにそんなもんだと思ってるんだけど、って考えるとまあこんなあのね12坪の店が7000万売れるわけがないので、全然秋葉原の外れにある店なの。そう、本当に真反対なんだよな、ね、電気街の真反対にあるのに260行かれてるね、常に。今日に関しては、まあ、そのうちの300、うん、今日は多分、今日だけで言えば多分秋葉原のカードショップで一番売れた可能性がある、ね、うん、それは絶対間違いない、結構濃厚だと思うわ、それぐらい来たわ人。なんだっけ、夜のさ8時過ぎぐらいにクローブっていう、うん、唯一昭和通り側にあったカードショップの店長さんが来てくださってたじゃん、ドン引きしてたからね、あの回転の列見てやばいっすね、あれはちょっとやばいと思って夜来ましたっつって、だって駅まで届きそうだったもん、そう、ほんで直進だったら駅まで届きそうな、あれは。だけどまあオープンは成功と言っていいでしょ、この数は。俺は正直150ぐらいで見てたから、うん、あの当日の売り上げも、うん、あの事前に並ぶ人数も、うん、実際400何十人並んでたけど、ちょっとあれは引いたね、全てが予想を上回ってたね、うん、これ言っていいのか分かんないけどね、警察来てたもん、うん、そうだね、警察来たね、来すぎて大丈夫、ちょっと僕は警備員、警備員住所と電話番号控えられた、そう、近所のおじいちゃんに何これって言われたわ。まあまあまあ、さすがにあんなになることはもうないと信じます。で、俺は一応23までいます。24に帰るんで、まあ、それまでだったら店舗来てくれれば大体会えます。ただ、たまにいないんで、それだけご注意ください。まあ、ツイッター見てればわかるかな。秋葉原店のツイッターで多分つぶやいたりするので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ということで、今日一日改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。はい、というわけで以上、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。疲れた。寝よう。休憩しないしな。